ママ友旅行勝手に中止にしてんじゃないわよ。みんなの積立金が無駄になっちゃうじゃない。みんなとの日程がなかなか合わなくて。でも峰子さんからは1円もいただいてませんけど。私にお礼するために貯めたお金でしょ。それを本人が払うっておかしくない？あなたたちの面倒を見るのも骨折れるのよ。すごい勘違いですね。峰子さんに何かしてもらった覚えはありませんけど。私の存在自体がみんなの癒しになってるでしょ。みんなのストレスを解放してあげてるのよ。そうでしょうか。峰子さんに迷惑かけられたことは何度かありますけど。私が何したって言うのよ。クリスマス会では会費払わないで突然来てみんなの分までチキン食べちゃいましたよね。それは食品ロスをなくす活動をしただけよ。地球の環境保全に貢献してるの。物は言いようですね。節分の時も始まる前に来て冷蔵庫に入れてあった恵方巻きを勝手に食べた挙句、残りも峰子さんが全部持ち帰っちゃったからみんな食べられなかったんですよ。節分っていうのはね、悪いものを排除して新しい年の幸運を呼び込むためのものでしょ。豆さえあれば役なんて払えるのよ。へりくつばっかり言うのやめてください。あなたみたいな嫌われ者と LINE してあげてるだけでも感謝してほしいわ。はい。私が人気者だからやきもち焼いてんのよね。あんまりこんなこと言いたくなかったんですけど。何？毎回呼んでないのに当たり前みたいな顔して食べ散らかす峰子さんにみんな呆れてるんですよ。そんなことあるわけないじゃない。あなたって本当に嫌な女ね。なんて言われても構いません。これ以上面倒なことはしないでください。私人に命令されるの大嫌いなのよね。それよりママ友旅行を続行しなさい。あなたが幹事なんだからどうにでもなるでしょ。それはちょっと無理です。積立金も返金しようかって相談しているところですし。じゃあ積立金全部私によこしなさいよ。払ってない人に返金はできません。もともと私をもてなすためのお金なんだからそのままくれればいいだけでしょ。話が通じなさすぎてどう説明したらいいのか。困ってるのはこっちなのよ。明日までに積立金持ってうちまで来なさいよ。無理です。お願いですから分かってください。言うこと聞かなかったらうちのことはもう遊ばせないから。あなたの娘ちゃんが悲しむけどそれでいいわけ？子供に何かするのはやめてください。だったら言う通りにするのね。分かった？いやもう参ったな。私の名前はゆか、36歳。 LINE の相手は娘と同じ小学生の息子さんを持つ一つ上のママ友さんの峰子さんです。ママ友会のたびにお金も払わずに食べ散らかした挙句、タッパー持参で他の人の分を持ち帰ってしまう困った人です。本当は相手にしたくないのですが、子供同士が仲がいいので当たらず触らずで接してきました。他のママ友さんも峰子さんの行動にうんざりしているのですが、子供たちのために我慢しています。まさか峰子さんが払っていない積立金をくれと言うなんて想像を超えました。この後峰子さんはさらに驚くような行動をしてきたのです。数日後。よくも私を騙したわね。来週私の大好物の伊勢海老食べに行くって聞いたわよ。一体誰から聞いたんですか？奥の手を使ったのよ。もう全部バレてるんだから、どこに食べに行くのか教えなさい。場所までは特定できなかったんですね。よかった。すみません、私今それどころじゃないんですよ。はあ？誰かが侵入したみたいで塀の中がなんとなくおかしいんですよね。取られたものないんでしょ？はい。だったら気のせいよ。そうなのかな。それより何度も同じことを言わせないでちょうだい。すぐに場所を教えなさい。それは勘弁してください。だったら何としてでも突き止めてやるわ。いつもなぜか突然現れますものね。そんな峰子さんが恐ろしいです。やっと私の偉大さが分かったのね。それに私が一緒の方が100倍楽しいわよ。いえ、峰子さん積立金も払ってないですし、せっかくの食事会を台無しにされるのは悲しいので今回は遠慮してください。仕方ないわ。じゃあ控えめに食べるわ。それと今回は小さめのタッパー持っていくわね。そういう意味ではないです。お呼びできないと言ってるんですけど、ご理解いただけませんか？ダメダメ、そんなの。私がいないとみんなが寂しがるじゃない。ムードメーカーの私がいるからいつも盛り上がるのよ。どうしたらそんな思考になるんですか？気づいてないわけ？みんな私の姿見かけるだけでキャーキャー喜んでるでしょ。スターってどこにいても注目されちゃうのよね。突然乱入してきて勝手に食べ散らかすから驚いて悲鳴あげてるんです。違うわよ。歓喜の声を悲鳴と聞き間違えるなんて信じられないんだけど。
私もです。思い違いもいいところですね。まだそんなこと言ってるの？本当はあなたも私のこと大好きなんでしょ？素直になってもいいのよ。なんでそんな風に思うんですか？なんだかんだ言って私と LINE してるじゃない。返事しなかったらうちの子に何かされそうだからですよ。それに家にまで押しかけてきそうだし。そうなりたくなかったら今すぐ教えなさい。で、場所はどこ？だから教えられません。とさっきも言いましたけど、分かってくれなくて本当に嫌だ。まあいいわ、どんな手を使ってでも言ってやるからね。私には全部筒抜けだって覚えときなさい。頭痛くなりそう。数日後、到着。旅行中止したふりするなんてあざとい真似してんじゃないわよ。三重に先乗りしてやったわ。え？一番高いコースまで頼んでるなんて大満足だわ。コースなんて頼んでませんけど。それに嘘ばっかり。あなたの名前で予約入ってたけど。多分それ違う人ですよ。騙されないわよ。積立金があるから好きなだけ食べちゃおう。伊勢エビプリプリで最高。本当に三重県にいるんですか？そうよ、アワビも頼んじゃった。あなたたち来る前に全部食べちゃうわよ。旅行は明日ですけど。それに峰子さんに旅行台無しにされるの嫌なので暴走に行くことになったんです。え？嘘ついても無駄よ。先週あなたが他のママ友に旅行先を電話してたじゃない。家の中で電話してたのに変ですね。あなた声が大きいからリビングにいるのに外まで聞こえてたわよ。もしかしてうちに盗聴器つけたの峰子さんですか？なんでそんなこと言うの？リビングで電話してたなんて一言も言ってないのに知ってるなんて変ですもの。電話するならリビングかなって思っただけよ。何疑ってるのよ。この前峰子さんと LINE した時、部屋がおかしいって私が言ったの覚えてますか？どうだったかな。実はその時専門の人に調べてもらってて盗聴器が見つかったんです。ふん。でその後もしかしてと思って嘘の旅行先と日にちを他のママ友に電話してるふりをしたんです。はあ？私を騙したってこと？あー、やっぱ自分で言っちゃった。やっぱり峰子さんの仕業だったんですね。バレたならしょうがないわ。さすがに三重まで行くとは思ってませんでしたけど。だって私も高級旅館に泊まりたかったのよ。行きの電車賃は後で請求するつもりだったし、そのために朝早く出たのよ。そこまでして私たちに払わせようとしてたなんて、呆れて開いた口が塞がりません。旅行が明日なら積み立て金そのままあるわよね。今すぐ持ってきて。それはできません。すぐに行ける場所じゃないですし。じゃあ LINE Pay で送ってよ。老舗の高級旅館なので LINE Pay は対応してませんよ。え、そうなの？人の家に盗聴器まで仕掛けといて何偉そうに言ってるんですか？これ立派な犯罪ですからね。今すぐ警察に通報します。待って待って待って、それはやめようよ。後で言い逃れされると困るので指紋も鑑定してもらいますね。ごめんなさい、もう二度としませんから。お金なんとかしてください。どうにもなりませんよ。自分で食べたものぐらいご自分で払ってください。そんな硬いこと言わないで。行きの電車賃しか持ってきてないのよ。信じられない、完全に払う気ゼロですね。あれ、サイレンの音がする。峰子さんの家の方から煙が上がってますよ。そんなわけないじゃない。悪い冗談をしなさいよ。ちょっと見てきます。もしかして本当なの？ちょっと返事しなさいよ。大変、峰子さんの家庭が燃えてますよ。え？ちゃんとタバコの火消したつもりだったのに、どうしよう。火の不始末だったんですね。それ罪になるかもですよ。まずい、怒られちゃう。タバコやめたって旦那に言ってたのにバレちゃうじゃない。旦那さん連絡を受けて戻ってきたみたいです。罰金取られるかも。罰金？困ったわ、このままじゃ家にも帰れないじゃない。そのまま無銭飲食で捕まるしかないですね。私も警察に盗聴器持って行きます。あなた本当に見えに来ないの？お店も予約してなかったの？そう言いましたけど。現地のママ友集団が予約してたそうなんだけど。でも佐藤で予約入ってるって言ってたのに。私と同じ名字の人はたくさんいますから。すっごい迫力ある人たちなのよ。どうしよう、大ピンチ。人生最大のすっごいピンチなんだけど。旦那さんが峰子さんを探してたので全ての事情を話しておきました。もう気絶しそう。うわー、旦那から LINE 来た。この恥知らずがそのまま警察に捕まえてもらえ、二度と家に帰ってくるなよ。だって助けてくれないんだ。
やりすぎちゃいましたね。それでは私は警察に行くので失礼します。待ってください、お願いしますから、何とかしてお金持ってきてくれませんか。一つでも罪を軽くしたいんです。この後に及んで見苦しいですよ。自分のやったことをしっかり悔い改めてください。心を入れ替えます。二度とご迷惑をおかけしません。お願いします、助けてください。くどいですよ。過去の踏み倒した分も後ほど請求します。あー、もうどうしたらいいの。お願いだから私を救って。後日談。峰子さんは予約していた現地のママ友集団にこってり絞られて、恐ろしさのあまり腰を抜かしたそうです。その場で無銭飲食で捕まり、警察に連れて行かれました。さらに不法侵入や庭の火の不始末の罪が加わり、これから裁判の予定です。もちろん踏み倒されてたお金も全部払うと約束させました。峰子さん家は庭が燃えただけですぐに消火されました。旦那さんの怒りは収まらず離婚されてしまうかもしれませんね。私たちは迷惑なママ友さんから解放され、房総へ旅行に行き、美味しい伊勢海老と楽しい旅行を満喫しました。